はい、今回は、あずささんから、マスクに関する情報シェアがあると。そう。はい。これね、マスクね、今さ、これつけたけど、これ不織布マスクね、使い捨ての、一番なんか薄っぺらいやつでさ、なんかま、なんつったらいいの、一般的なやつっていうの、はい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 、なんですけど、よく見るよね。ね、でもさ、コロナ対策でうちにも届いたけどさ、あの布マスク届いたでしょ、行政から。まあ私使わなかったけど、あれどうしたの？しれっとなんかお土産の袋に入れといたけど、あー、そうだったの？あ、そうだったの？俺どうしたか覚えてない。あー、でもそうか、使ったのかな。いや、じゃあ今回しれっと入れといたんで、今回来てもらって、お土産袋にしれという。え、そこにアベノマスクが入ってるの？そう、アベノマスク。いや、使わないで、ずっと。今さら。そうなんです。2年前。あれ、どっかから出てきたよ、これ、と思って。あ、そうなん。あ、わかりました。で、まあね、その布マスク、私使わなかった理由としても、あの、実はマスクの種類によって、この飛散効果、飛散率って言ったらいいの、こうウイルスがこう、外に撒き散る、量っていうの、それがあの布マスクって、効果があんまりないっていう。そうなんだ。実はこの薄っぺらのが一番飛ばないっていう情報があるんですよ。確かに布の方が分厚いから飛ばなそうなイメージはあるけどね。ね。なんですけど、まあパーセンテージで言うと、吐き出し時、見せていいのか。あ、これね、こういうここにこう書いてある情報なんですけどね、チラシが。これはササヘルスの。これね、薬の山下薬局さんからなんですけど、これね、あのこのね、ササヘルスっていう、笹のドリンク、笹 100% なんです、熊笹のね、これ買った時にね、俺がついてきてて、まあ面白い情報来たなと思ったんですけど。ね、これはね、まあ、だいぶまたこれも古い情報になっちゃってて、いつか話そう思ってて、かなり時間経っちゃったやつなんですけど、布マスク、そのパーセンテージで言うと、吐き出した時に18から 34%、でこの不織布マスクね、この薄っぺらいやつが、20%、20%、でウレタンマスクっていうの、なんかあのウレタン、素材ウレタンで、マスク、布マスクみたいなやつだけど、こう結構密着してて、でやつな、あれ 50% なんです。いいのが 50% カット、カットじゃない、飛んでっちゃう。あ、 50% 飛んでっちゃうんだ、あ、飛んでっちゃうの、飛んでっちゃうので、フェイスシードみたいな、こうなんかこう、ああ、芸能人とかテレビとかでよくつけてるやつね。あ、そうなの。あ、 なんかクリアファイルみたいな、なんかこうビローってこう顔を覆ってるやつ、あれは 80% だ。あ、まあ下はスカスカだもんね。ね、逆ですよね。だからこのペラペラの一番この安い使い捨てのやつが、なんと 80% を抑制してくれるわけです。逆に言うと、そういうことね。なるほど。スーフォーも、スーフォーは、スーフォーも結構あの抑制してくれてるんですよね。この布マスクは 30% です。入ってくるのが 30%、 要はだから 70% はカットしてるってことですよね。あ、そういうことか。なるほど。で、布マスクの場合は半、約半分、55%から65%を通し、通しちゃってるんですね。ね、抑制は 40% ぐらいしかないと。なるほど。で、フェイスシールほとんどのなし、あの使ってる意味ないんだ。使ってる意味がない。吸い込んじゃってる自分が。見た目は一番ねインパクトあるけどね。ね、頑張ってますって感じです。対策してますって感じです。そうなんですね。まあスカスカですからね。なるほど。ウレタンマスクは60から70なんで 30% ぐらいしかカットしてないと。なるほど。でもこれね、なんでじゃあこれ使わないで布にしてるかっていうと、これ使い捨てってこと
ことで結構不経済な感じもするじゃないですか。布にして布マスクをみんなつけたら、あ、みんなしてる理由か。ああ、そうだ、洗って使えるからね。そう、しかもあと、うん、なんかこう手作りしてさ、可愛くデコレーションしたりとかしてさ、でそれをやってるのはあのそういう経済的な、うん、面もあるんだけど、うん、あともう一つはこれつけるときちょっと肌荒れすることがあると思うんですね。ああの汗とか濡れて結構ね、うん、結構こう肌荒れなんか汗物ができちゃったりとかする感じだし、はいはいはい、まあこれちょっと布よりは肌あたりが悪いというか、うんはいはいはい、でそこで私やっぱ使ってたんですね、これをあのオーガニックコットンのマスクカバーって言ったらいいですか、内側にこういうねやつをこう内側にくっつけて、うん、でマスクをすると、あ、うん、それで布よりも皮膚に当たるところをうん、かそこを気にしてやってたんだ、うん、ああまあまあそうなんですよ、なるほどね、まあ、しかも二重になるからさらにいいかもしれないよね、うんまあ、化学物質過敏、まあ、もちろん朝さんの場合はコロナのためっていうよりも化学物質過敏のためにするっていうことが多いので、そうなんです、煙対策だったりするんだけど ねよりまあより深刻っていうと怒られるのか分かんないけど、うんうん、命の危険があるものなんで、かなり真剣にね、うん、マスクのことも考えないといけないっていう。そうなんですよ、うん、だって洗って使い回しするやつも、うん、結局洗濯みんなどうしてんの、ちゃんと一個つ手洗いとかしてる、それともなんかさ自分の服と一緒に洗っちゃってたりとかしたら意味ないよねとか思うしねそうなの、なんかそれはなんていうの、だって服についてる汚れもそこに付着しちゃってちゃんと落ちてるかわからないやんね。そうかそうか、あと洗剤で洗っちゃったらその洗剤で化学物質過敏にまたなっちゃうしね、うん、だから、うん、やっぱり使い捨てっていうのは自分の身を守るために、うん、衛生的に一番いい。なるほど、うん、ラサさんの場合おすすめは不織布にオーガニックコットン、うん、そうですね、合わせ技でいくと、うん、なるほど、いやそうなんですよ、うん、大丈夫そう、いや今飛行機今ねちょっと飛行機ブーンってやつが飛んで、これは結構嫌なやつですね、うん、うん、あともう一つ言うのはね、あのマスクあんま効果ないっていうことでマスクしない人もいるよで、ああもういるよっていうのね、うん、うん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 、ああそうだね、マスクで逆にね、あの体悪くするよっていう情報もねあるからね、うん、まあ、だけどなんか都内だとさもうマスクしてないといられないんでしょ、うん、そうだね、まあ、マナーみたいになっちゃってるから、うんうん、まあ、そういう意味でもね、あのこういう人が全然いないところ、うん、いるとマスクしてる人の方が少ないからねマスクしてるってか、だって人と合わない合ってないから、そう、あの配達業者さんはなんかこうしてるけど、うん、あの一般の人は、ま、あんまりしてない、もう見かけないですね。いやただね、俺都会よりこっちに来た方がなんか厳しい感じはあるよ。ああ、人の人当たりが、コンビニとか入る時とかもあちゃんとマスクして来て入ってくださいとか、あ、書いてあるし、都内の方が柔らかいかな。あ、そうなんですか。じゃあやっぱちょっと警戒してるんですね、都内から来る人を警戒してるのかもしれませんね。そう田舎そういう、おお結構きついのちょっと、うん、苦しい、早く止めよう、うん、もうそうだね、まあもう全部話したね、もういい、もういいですね、うん、そんな情報があってるぐらいです